はい、それでは赤ちゃん用粉ミルクの比較をしたいと思います。はい、比較するポイントは作り上げるまでの時間、これを比較したいと思います。雪印メグミルク株式会社の商品名ピュアという粉ミルクを作っていきます。まずはスプーンで8杯ミルクの瓶に粉を入れてお湯を入れて溶かします。160ミリのミルクを作ります。今回比較した和光堂のハイハイというものと雪印メグミルクのピュア、こちらピュアの方が価格帯としては安い価格帯の商品です。はい、底面に粉残りがありませんので出来上がりました。